湯の口温泉は、三重県熊野市にある温泉。鉱山トロッコ電車級温泉宿北山川を望む、下半に、鉄筋コンクリート造りのイルカ温泉ホテルトロリウソと、車で約10分ほど離れた山間にある、湯本山総湯の口温泉の2軒の旅館が存在。トロリウソから湯の口温泉へは、鉱山鉄道の配線跡を活用した、鉱山トロッコ電車で移動することも可能。 両地を約10分で結ぶ。湯本山総湯の口温泉は、当時場も備えた山間の日なびた温泉場である。平家湯は約700年前、五醍醐天皇の指示でこの周辺の金山を開発した際に発見されたとされる。南北朝時代にはすでに温泉地として開かれていた。その後の鉱山開発などで昭和初期には温泉は枯れてしまった。しかし、 1978年に鉱山が閉山後に、ボーリング調査を行った際、地下線300メートルに源泉を発見し1979年に湯本が営業を始めて湯の口温泉は復活した。鉱山開発により枯渇したことがある温泉は、他にも岩木湯本温泉などがある。1992年10月8日、元イギリス人捕虜のイルカボーイズが、異例のために来日し、 湯の口温泉のトロ流荘に宿泊した。1997年5月1日、国民保養温泉地に指定。2015年3月26日、湯本三荘湯の口温泉が木造平屋建てで新築された。1982年から使用していた旧宿は取り壊されて、新施設の駐車場となった。奇襲鉱山は石原産業が運営していた鉱山。 三和鉱山などで構成される、銅鉱石などを採掘していた。1978年閉山。鉱山トロッコ電車は、閉山後の奇襲鉱山鉄道の一部を再活用したものである。鉱山トロッコ電車は、奇襲鉱山鉄道の配線跡の一部を活用したトロッコ列車。現在はバッテリー機関車が使われているが、鉱山鉄道当時は河川終電であった。 1987年より観光用トロッコとして試験的に運行を開始し、1989年から通年運行されるようになった。期間は610ミ、mm、リメートル。旧小口谷駅構内に設けられたトロリュー層駅と旧湯の口駅である湯の口温泉駅の間を運行する。駅間の多くの区間が伏線断面の水道となっている。料金は片道270円。 2001年9月20日に脱線事故を起こし、乗客1人が重傷を負ったことから翌年1月末まで、運行を休止していた。2016年10月から12月まで、テレビアニメ、サザエさんのオープニング映像に登場した。ABC 尾崎信幸。湯本山総湯の口温泉新築移転、来月26日オープン入浴料値上げ熊野。毎日新聞、P24. 当時の通訳と予期せぬ再開奇襲鉱山採訪の元衛兵捕虜朝日新聞1992年10月9日付長官名古屋版2社28ページホテルトロ流像から約3キロメートルの区間公共の交通機関はない湯の口温泉のトロッコ列車ヘチマダイアリー http://www.hetima.net コロンススララッッシシュュスラッシュブログスラッシュアーカイブズスラッシュ9189湯の口温泉後編奇襲鉱山と六個列車温泉商用 http:// コロンススララッッシシュュブログ .9.ne.jp スラッシュ温泉商用 e 47803fb99c66 F565D8C5091R7D43E5AF8 泥橋と世界遺産熊野古道丸山千枚田赤城城跡の宿イルカ温泉ホテルトロ流層2016年10月27日閲覧脱線事故のトロッコ列車今月末に運行再開へ騎和町の三セク毎日新聞 P23 竹内幸弘 サザエさん見えでのびのび赤目48滝、トロッコ電車、12月までオープニングに登場。毎日新聞、P26。ありがとうございます。